中日、阪神、16日、バンテリンドーム、中日、梅津が4回途中7安打6失点で KO された。写真、まさか投手の西優にまで4連打浴びて立浪監督たまらず交代。初回、先頭井上への死球から中野に安打を許して無視1・3塁といきなりピンチ。1市から原口の三五ゴロ石川校が失策して先制点を献上すると、 糸原には敵地打を打たれた。2回、3回は無失点に抑えたが、4回に炎上。またも先頭糸原の支給から前川、梅野、小畑、投手の西雄に4連打を浴びた。2点を失い、なお無視満塁で立浪監督が交代を告げた。この後、2番手、橋本が中野に2点敵地打を浴び、梅津は6失点となった。 CS 放送の解説を務めたゴンドウヒロは何が悪かったかわからないまま。まっすぐを使いなさいと言っているけど、いいところ投げようと思うから引っかかる。ど真ん中に投げようと思ったら、いかないんですよ。こんなことやってたらいつまで経ってもこの素材は生かせない、と指摘した。